い、こんにちは。ディアパソン 125M をご紹介しましょう。黒です。黒のディアパソンですね。中型になりますね。綺麗な真っ黒なディアパソンですね。中を見てみましょう。 126M と書いてます。ディアパソン製造番号は65777ですね。左側にこういうレバーがついてます。これをこういうふうに開けますとですね、グランドピアノみたいに上に隙間が少し開くわけですね。スペースを開けることによって少し音がよく伸びるっていうかね、はっきりとした音が聞こえるようになります。中型ですけど後ろの柱は5本ありますね。頑丈ですよね。大橋デザインと中に刻印されておりますので、大橋ピアノの大橋畑岩さんの設計になりますね。外装はですね、大きな目立つ傷はないですね。結構綺麗な状態のいいピアノですね。細かい擦り傷はね、ごめんなさい、中古ですからございますけどね、ある程度バフ書きをして、傷は取りますけど少し残る可能性もあります。その点はご了承ください。はい、さすがディアパソンですね。あったかい音ですね。カワイでもないヤマハでもない、中間の中央の音というかヨーロッパの音ですね。ディアパソンの中型のご紹介でした。よろしくお願いします。